またね、私は今ね、自民党のやってること私も分かっておったところですからね、言いたくないですよ。選挙を勝ちたいためにね、もう国民の方々が、あ、よくやってるなと言ってくれるような政策を出したいというのは、これは人間ですから当たり前です。これは綺麗事を言った。しかし今やってることはひどすぎませんか。まあ、定額給付金もうやっちゃいましたけどね。私も総裁課長やって、ね、県会員を数珠つなぎで留置場にぶち込んだこともありますけどね。だけど皆さんね、自公が選挙が負けそうだからといって権力を使ってね、選挙買収やっちゃった。そうでしょ。こんなことまでやってしまう、もう倫理観のかけらもない。また今度の15兆円だってそうでしょう、皆さん。何ですかあれ、ね、中身自体も2回から目薬をさすような、ね、オバマが73兆円もう空っぽの、左右空っぽのオバマが非常事態だということでそれをやろうとしているとき、今度の対策なんて何ですか、あんなものね、2階に目薬、あんなもの効果ありません。しかも中身は皆さん見せ金じゃありませんが、ほとんどね、あれがこの焼け野が腹から経済が立ち直っていく、そういう力強い、そういう力を与えますかね。もうそういう意味ではたちの悪いばらまき、これをもって景気対策だと言ってるわけでしょう、ね、しかも皆さん財源、ね、財源なき政策は絵に描いた餅だと、ね、赤字国債に逆転するわけでしょ、赤字国債だ、ね、私は赤字国債出したっていいと思いますよ、しかし、ね、しかしその場合にはそれによって日本経済がどういう影響を受けていくのか、長期金利が上がっていくというのはそういうことについてはどういう手を打っていくのかということを含めて、経済全体に対していい影響を与えていく、別に財政的に破局に至らない、そうした財源をどうしたらいいかということを全然考えてないでしょ。しかもよさなさんというのは財政切り裂きですよ、ね、それが自分と全く真反対の財源について、そういうことを平然として今やっていこうとしておられるわけですね。私はね、まあ、財源については思い切ったことをやればいいと思うんですよ。まあ、政府支援を出せという人もおりますけど、これも一つの考え方でしょうが、これはやはり政権がしっかりしてないと、ね、これは大変なことになろう、これは危険性もはらんでおります。まあ、今の自公政権なんかに任せましたらね、これは大変なことになります。しかし、政府支援じゃなくても、例えばね、国債の日銀引き受けというような形で、ね、対応するという方だってあるでしょう。国民信徒が提案して、これは今やね、政界でやればいいという大体世論になってきました。無利子国債、これを発行するという形の中で、そうしてそれによってもう利払いのプレッシャーからですね、これを逃れていくといういろいろなやり方がある。ご承知のように日本は中国と並んでひどい状況になった世界の中でですね、一番お金のある国なんです。これね、政府に金がなくて民間に金がある国なんです。今ではね、民間にいくら金があったって皆さん、政府が使えなければこういう時対策は取れない。じゃあ民間の、まあ、金をどうやって使うか、やり方は2つでしょ。増税か金を借りるか、どっちかしかないですね。増税なんかとんでもありません。今の政府自民党みたいに
今ばらまいて2年後には消費税で回収しますよね、そういう本当に国民をバカにしたことを平然として言ったりやったりしておるわけですけれども、ちゃんとした財源を作らないで政策を作ったってダメです。国民新党は5年間で200兆の対策をやるんですね。これ無利子国債というと金持ち優遇だという人がおりますけどね、そんな単純なことを考えておいちゃダメなんですよ。これね、遊んでる金、ね、国が使えない金を、ね、どうやって国が使えるようにするか、ね、それを税金という形じゃなくて、それをお借りをして、そして貧しい人たちを含めて今からの生活を、ね、ちゃんとしていくための生きていく力を出してもらう、そういう手立てを作るための、そういうことに社会保障を含めて使っていくというね、あるいは思い切ったですね、公共事業だって皆さんね、全部が悪いわけじゃないでしょう、ね、悪い公共事業はいきませんけれども、私は県政大臣政調会長の時に2兆8000億の公共事業223もスパッと切った男ですけどね、無駄なゼネコンを儲けさせるだけのようなことをやっちゃいけない、当たり前。しかし国民生活のために、国家の将来の発展のために必要な社会資本整備を整備していくということは何も悪いことではない、ね、そういうことに対してこういう時は大胆にそれをやっていく、絵に描いた餅じゃなくて、そういうことをやるために無利子国債、それを出して、お金の余裕、貯金のある人方々からそれを借りをするというような知恵はですね、別にこれは富裕層優遇のことでも何でもないわけでありますけれども、まあ、あまり細かいことも時間がありませんから、あとの対談の時でも申し上げたいと思いますけれどもね、もうとにかく財源のなき政策はダメです。今の政府の補正予算の一番の欠陥もそうです。もう一つ、民主党の対策の欠陥もそうですね。これも財源についてのきちっとしたものがない。これも民主党のですね、一番大きな私は欠陥だと思っておりますけど、もう世界一と言っていい、GC 国家で金を持っている日本が、日本のためにも思い切って財政出動をしていく、また世界のためにも、私は100兆円ぐらい作ればいい、ね、そしてオバマ集まり、コキント集まり、ね、サルコジ集まり、世界の首脳を東京に集めて、ね、世界の金融不安をどうやって解消する、世界の実体経済をどうやってね、これを持ち上げていくんだという、そういう処方箋をみんなで考えようじゃない、彼は日本が出すよりもいいじゃないですか、ね、世界が進んだままで日本だけがいくら内需の拡大をやろうとしたって、これは無理なんですね。やはり世界を助けていくという中で日本もまた蘇っていくということをやらなければならない、私は状況であろうと思うんです、さっき司会者から時間をというあれがありましたんで、まだまだお話ししたいことがあるんですけどね、それよりも何よりも一言だけ申します。今の日本の最大の危機は、ね、御手洗会長に私は言いました、我々の心が病んでることなんですよ、病んでることなんです、ね、もう今残念ながら、ね、勇ましい議論にだけだからスワッと言っちゃいますね、あの田母神元空爆長ですか、あの方が、ね、日本だけを悪者にするそういう歴史観はいかんとおっしゃったことは、私はその通りだと思う。しかしね、